どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、皆さんウクレレの、再販売開始と、予約販売再開のお知らせの時間がやってまいりました。2021年3月19日の正午です。ガズのわがままウクレレ、ガズのわがままウクレレ、いつもこれガズレレ YouTube で、収録している時に弾いてる、ガズがこだわりまくってるガズのわがままウクレレのシリーズと、これはい、ガズの初めてウクレレ、こっちはリーズナブルでね、初めての一本にも最適だし、ウクレレ初めというプレゼントにも最適な、これと、あとはガズレレのセミオーダーですね。セミオーダー、はい、この辺のものが明日3月19日お昼ちょうどから、わがままウクレレシリーズとセミオーダーは事前予約を再開、ガズの初めてウクレレはこれご注文ですぐお届けできることになっておりますので、明日のお昼、ここご注目してください。ここに行って、ご覧になってください。そしていつも言ってるんですけど、このガズのわがままウクレレってのはいろいろバージョンが選べます。フレットの数だったりピックアップがついてるとか、大きさも2種類あったりとか言って、これね結構ね選ぶのにどうしたらいいか悩む方がいらっしゃるんで、これどうやってね選んだらいいかという動画を撮ってます。ここにね一応ガズのわがままウクレレどんな風に選ぶのかいいかっていうのをね動画撮ってます。このリンク行ってみてください。あとセミオーダーはカラーバリエーションとかも選べるようになってますんでね、その辺のこともねそのページに詳しく書いてありますんで、ぜひご検討くださいませ。で各モデルっていうか、あのガズのわがままウクレレシリーズとセミオーダーウクレレはレフティー仕様、左利き仕様も全ての、ウクレレでご注文受けたまわっております。左利きの方も、チェックをお願いいたします。ちなみにあのこのガズの初めてウクレレの方は左利き用の用意はまだないんで、申し訳ないということを一応ね間違えてはいけないのでお伝えしておきましょう。そしてただいまですね、今あのガズのわがままウクレレおよびセミオーダーをご注文いただいている皆さん、やっぱりいろいろちょっとね今この社会情勢でいろいろ遅延があったりとかして本当にお待たせして、申し訳ないです。ただいまですねもう順調に進んでおります。先ほどもじゃさんとですね、レドラムのもじゃさんといろいろまあまあ日々やってるんですけど、もう予定通りこういい感じでこう、最高のウクレレがもう出来上がってるという報告を受けておりますので、もうちょっとお待ちください。そういうわけで確認、2021年の3月19日のお昼12時ちょうどにガズのわがままウクレレとセミオーダーウクレレは事前予約注文再開、ガズの初めてウクレレは、販売再開でございます。はい、明日お昼チェックの方よろしくお願いいたします。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。